T 先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。新たなアップデートが来ていました。どんどん進化するねー。止まりません。当然実績も増えていますね。また6個増えたのね。あれ、そういえば日本語訳も進んでるな。キャラの名前もわかりやすくなってよかったね。これは、アイテムか。多分緑矢印で表示されるやつですね。あれね。そしてもちろん新キャラもいて。それをもちろんって言えるのがすでにすごい。ほんとですよね。アルカナも増えてます。まずはポルタでレベル99か。ああ、アルカに似た女性ね。はい。そしてこれは酪農場で31分生還。その2つは同時にできそうだね。その方が効率がいいですね。これは新しいキャラかな。遊ぶ時にレベル100を達成すればいいね。こんなところかな。よし。じゃあまずは新キャラを出すために一回遊びますので、多分その条件というのはクリアしていると思いますし、なんならスタート直後に終了してもアンロックされるとは思いますが、まあどうせならポルタでレベル99をやりつつでいいかな。ってちょっと待って。みなって女性だったの。あらほんとだ、お胸がある。筋肉悠々というよりは、ですね。がぜん燃えてきました。なんでよ。その他のキャラもだいぶデザインが変わってたりして、見てるだけでも楽しいです。全体的に大きくなってるよね。そうですね、どこかムチムチです。ラマとかまるで別人ですよ。さてと、あちょ、お急ぎ、って、ハイパー、それともお急ぎ、って聞かれてるみたいで面白いな。確かに。そしてこの説明を書いている人が誰かわかりませんが、とにかくローストチキンを食べたかったんだな。ほんとだね。チキンのことしか頭にない。じゃあそうだな、レベル99を考えるとハイパーでいいか。お急ぎだと間に合わない可能性があるからっつーで。なんか矛盾してるけどね。通常配達でお願いします。ここの説明もわかりやすくなって嬉しい。やっぱり名前で選んでしまうけども。ビギニングか。ポルタで始める場合は動かずじっとしていましょう。レベル1の時は怒涛の勢いで雷が降ってきますから。放っておくだけで宝石が量産できます。もう敵が入ってこれないね。レベルが上がるとだんだん遅くなっていき、レベル4で普通に戻るみたい。なのでレベル1のうちに稼いだ方がお得だね。はい。ただ1分を過ぎた頃から敵に囲まれるので、危ないと感じたらとってもいいと思います。一気に行ったねー。どうせならそこの緑から取ろうかな。はい、オッケー。武器については特に決めてなかったけど。まあ最近お気に入りのナイフでいいかな。はい、だいぶ雷が遅くなりましたね。こんなに違うんだね。もう一つレベルが上がるとさらに遅くなります。でももういいか。すぐ上に磁石があるので、それで全回収すると楽です。素晴らしい配置だね。ここはポルタムスかも。炎は今回はいいかな。だけどほうれん草は火力アップで取りたくなる。どうせなら炎とセットで使えばいいのに。まあそうなんですけどね。うお、これか。聖なる風だって。もう名前からして完全にバルマンウェじゃないか。絶対意識してたね。はい、これが本来の雷の遅さですね。ただ割と範囲は広いし強いです。落ちた周辺にも少し広がるのね。ナイフさえ進化すればもうこっちのもの。ボスも一瞬で溶けます。
そして結局選んでしまうブラッディでは。好きだねー。ついでにバルムチも選んでますよ。合体クワラークワラー。フラワーと紛らわしいな。どちらにしても可愛い名前だね。そして赤いマント、これでもう負けることはほぼなくなりました。ダメージ10なのに無知で回復できるもんね。さらにニンニクもあれば盤石です。ゴーレムラッシュだって何も怖くない。歩く隙間なんてあるのかしら。そして死神だって怖くない。あ、それてっきりメデューサヘッドか何か、とか思ってましたが、ゴールデンミツバのグローバーだったみたい。え、そうなんだ。トルトゴールドフィーバーが起きるアイテムですね。っていうかこれ、またいつまで経っても死なないやつでは。一人でこれだもんね。あとそろそろお気づくかもしれませんが、ずっと前から炎が止まりません。え、炎ってまさか。はい、力入ってるそれです。いや、力かどうかは知りませんが、確認したら24分あたりで取ったところから一度も止まってません。え、なんで。わかりません。効果を伸ばすアイテムも取ってませんし、さすがにバグじゃないかなと思いますけども。あ、そうか、罠でどこが出てくれるのか。この状況でもレベルアップが狙えるのね。じゃあこの上で放置してみましょうか。たまに出てくれるね。2分ごとにアイテムが集まるアルカナにしてますので、特に自分から集めに行かなくても良さそうです。最初のうちはこの時に炎の肉をゲットしてたからずっと続いているのかなと思っていたのですが、多分違います。今の2つ出てるもんね。まあありがたい方の不具合なら問題ないですけどね。一応確認してみましょうか。オープンメニューで見れますから。やっぱり持続時間は 80% 伸びてますけど、さすがにそれじゃ説明がつかない長さだもんな。いつまで続くのこれ。とりあえず1時間経過するまではやってみたいかな。もう死ぬことはなさそうだね。その前に死神を倒せるかな、と思いましたが、進化クロックがない場合、多分何時間も必要だと思うので、さすがに諦めた方がいいかも。そんなにかかるんだ。計算したわけではありませんが、死神登場時のレベル ×65 万の HP なので、131×65 万、実に8515万の HP を一人一人が持ってます。すご。平均して1回の攻撃が100ダメージ与えてるとして、つまり85万1500回攻撃すれば倒せる計算です。85万回か。リザルトで1秒間に与える平均ダメージが出るのですが、それを今計算したら全武器で5万7351ダメージ与えてました。それで8515万を削るには 1484.7 秒必要です。つまり、24分ちょっとじゃない？え、そうなります？多分だけど。ああ、全部が一体の死神に当たったらの計算ですから、そこはもう少しかかるのかもしれませんね。ということで60分経過、死神登場から30分経過しても、倒せなかったので終了としました。もしかしたらもう少しで倒せたのかもね。下手したら何倍もかかった可能性もあります。まあいいです。それじゃ新キャラで遊びましょうか。おお、シルクハットをかぶった紳士ですか。武器が卵みたいだったね。なんでしょう、投げつけるのかな。紳士とは程遠い行為だけど。え、これいいじゃないか。動いているとクールダウンが短縮されるってことですね。ニンニク、聖水、雷にトロッコか。悪くなさそうね。じゃあせっかくなので使ってみようかな。ニンニクで。うわーん、
ってなんだ。本棚とかが落ちてきた。え、家具を落とす攻撃方法なの？何それ？予想の斜め上を行ったわね。グランドピアノまで落としてたぞ。しかも休みなくだから割と強いんじゃない？でも上からしか落ちてこないのは注目すべき点かな。なるほどね。うん、まあ補助として持っているだけでも便利そうな武器です。そうだね。また無知でいいか。ニンニクもあるし回復もりもりでいこう。好きねえ。今見てもらった通り紫の本がありますね。マップでは緑の矢印が出てるね。重なっててわかりづらいですが、一番近くにあるようなのですぐ取れるでしょう。もうあった？え？あ、また魔法使いがいるのか。一応守っている人だね。二人だけ。まあ無視して取ることもできますけど、先に倒しておこうかなってよ。わもう倒しちゃったね。全然普通だったな。ああ、でも逃げられると面倒だな。うまく真上に誘導したい。ちょ、なぜ？こっちはさらに早く。守りに向いてなかったな。まあいいや、じゃあいただきましょう。グリムグリモア。まるでネクロノミコンですね。確かにそう見える。これか。なんて素晴らしい。これで進化アイテムがすぐわかるね。まあもう覚えてしまったからあれですけど、今から始める方にも優しい素晴らしいアプデです。親切設計ね。まあ割と苦労して覚えた方が面白いとは思うので、使用は自己責任でお願いしたいところかな。苦労した方がゲームは面白いというスタイルだもんね。はい、限度はありますが少しは苦労しないとつまらないのです。まあわかる気がする。ちょ、さすがに無視できないか。今回は割と武器で遊んでいるので、雑魚敵はいいけど強敵に弱いです。火力が足りないのね。一個でも進化すると楽になりそうなんだけど。ちなみに、そろそろお気づきかもしれませんが、今回はあえて、あまり使うことがないであろうアイテムを選んでます。直接火力に関係ないものって言えばいいかな。ああ、確かにね。磁石はまあ便利ではありますけど、その他は進化以外ではほぼ使わないという方が多いんじゃないかな。なのでこの場合、石仮面もティラギスもいいな。とことんなのね。そうだ。このステージには仮面は置いてあるから、ここはティラギスでいいや。やっと倒せた。進化したね。しかも一番欲しかったニンニクでした。この紳士、私にはどこかサンジェルマン伯爵に思えたので、クロックを絶対に使おうと思ってました。なるほどね。どうせなら最終的に進化させるのもいいかな。え、魂くらいが強いね。まさにソウルスチールです。まあ実際のダメージは低いですけどね。それでもテンションは上がります。見事に進化に必要なアイテムだけ取ってる。あとはテラギスと石仮面と翼なんかもいらないかな。呪いの光もいいね。お、ちょうど。じゃあ最後はそれにしますか。いらないものオールスターズです。まあほうれん草とか空白の書とかに比べるとね、優先順位は低いアイテムたちですよね。それでも武器の進化に使えばちゃんと戦えちゃうんです。卵ボスも倒せるようなら十分だね。どんどん進化させていこう。いらないものばかり。おー、来た
ね。無限回廊だと。くぅ、かっこいい名前をつけたじゃないか。あれ、空白の書も取ってるじゃない。あ、すみません、置いてあるので我慢できなく取っちゃいました。何よ。でもまあこんなお遊びでも頑張れるようになってきましたね。慣れってのは面白いね。最後のラッシュも少しヒヤッとしましたが、うん、大丈夫そうですね。鉄ケージの無敵がなくても耐えられました。そういえばクロックがあるなら死神も倒せるかな。どうでしょう、やはり鉄ケージは欲しいところですが、何も進化させることはないですが無敵は欲しいですね。そうか。フリーズさせてどこまでいけるか見てみましょう。レベルは120まで上がったので目標は達成してますし、実績は問題ないね。今のバシューンで一回半減させてます。いやー、さすがにきついか。せめてアウェイクも取っておけばね。そうか、復活回数が少ないんだ。終わったか。そんなに簡単じゃないね。それでこそです様です。よし、堪能した。多分これで実績は全部ですよね。オッケー。さて、今回はこれで終わりにしますけど、実はまだもう一人隠しキャラがいるのです。もはやおなじみね。一人増やすだけでもすごいと思うのに。ということで次回は隠しキャラを出して遊ぼうと思います。そちらもぜひお楽しみに。ノクタン。また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。